2011年大阪市天王寺区の公園で異臭を放つ一斗缶が発見され、中から人の一部が発見されました。犯人の逮捕起訴まで済んだものの、最終的には多くの謎が残されてしまった事件について追っていきます。事件は2011年8月14日午前7時30分ごろ、大阪府天王寺区東神津町にある公園で清掃ボランティア中の男性から110番通報がされたことで発覚しました。男性が清掃中に植え込みから発見したのは、容量18リットルが入る金属容器の一斗缶で、蓋はビニールテープで固定されていました。ただその一斗缶からは異臭がしていて、中には人の体の一部と思われるものが入っていたのです。通報によって駆けつけた警察が一斗缶を確認したところ、中から人間の頭部一つと異なるサイズの右足首二つが発見されました。警察はすぐに事件と断定し、犯人の特定を急ぐとともに、一斗缶から発見された人物の身元の特定を進めることとなったのです。また異なるサイズの右足首が2つあったことから、被害者は少なくとも2名の可能性があるとも考えられました。ただ不審な一斗缶はこれ1つだけではなかったのです。清掃ボランティアの男性によって一斗缶が発見されてから約6時間後の13時30分ごろ、別の場所で同じく異臭を放つ一斗缶が見つかったのです。2つ目の一斗缶は最初に発見された公園から西へ約100メートル離れたコインパーキングで発見されました。こちらもビニールテープで蓋が固定されており、テープを開けて中を確認したところ、今度は左右の手首や背骨、肋骨、消臭剤などが入っていたといいます。一斗缶が見つかった東神津町は閑静な住宅街が広がる地域です。子供も多く住んでいて、最初の一斗缶が見つかった公園は普段から子供たちの憩いの場となっているようなところであり、近隣住民は不安に包まれることとなりました。そしてその不安感は簡単には消えることはありませんでした。なぜなら翌15日、一斗缶が見つかった現場付近にあるマンションのゴミ捨て場から同様の一斗缶が発見されたことが明らかとなったのです。ただこの一斗缶は10日ほど前の8月5日の段階で大阪市が回収保管をしていました。不法投棄されているとの連絡を受けて、ビニールテープで蓋が固定されたこの一斗缶を中身を確認せずに保管していたのです。そして最初の一斗缶が発見された8月14日には、市内の公園周辺からバラバラにされた人の一部が入った一斗缶が見つかったとの報道がされ、この報道で大阪市は事件を知り、保管していた怪しい一斗缶の存在を思い出したのです。すぐさま警察に一斗缶を保管している旨を通報し、警察がビニールテープを剥がして中を確認したところ、中から人の左足首一つが確認されたということです。こうして7つに蓋がビニールテープで何重にも巻かれて密閉された人の一部と、消臭剤が入った一斗缶3つが発見されるという衝撃的なニュースが知れ渡ることとなりました。一体誰が何の目的でこのような事件を起こしたのでしょうか。最初に植え込みから見つかった一斗缶については、3日前から4日前にすでに現場にあったとの証言がありました。2つ目の一斗缶が見つかったコインパーキングでは、2週間ほど前から一斗缶の位置を気にする不審な作業服姿の男と白のワンボックスカーが目撃されていたそうです。また当時の報道では、白いワンボックスカーに乗った3人組の男女が一斗缶を荷台から下ろす姿が目撃されているとの情報もありました。他にも一斗缶は7月末くらいから放置されていたという証言や、当初は2つあった一斗缶が事件発覚時は1つになっていたなどという話も出ていたようです。様々な情報が飛び交い、単独犯か複数犯かもわからない状況の中、警察は犯人を絞り込むと同時に被害者の身元を特定する作業に呼ばれました。発見された3つの一斗缶の中身から推定すると、計2名分の体が入っていたと思われます。ただその被害者の性別や年齢などはすぐには判明しませんでした。発見当初は被害者は1人で、年齢は40代から50代の男性ではないかとの推定がされていました。しかし腐敗も進んでいて、発見時の見た目だけではとても判断することができなかったのです。警察は DNA 鑑定を実施し、それによって一斗缶から発見された被害者は男女、さらに親子関係にあるとの結果が得られました。この結果をもとに警察は現場周辺で行方不明となっている親子がいないかを捜査していきました。また男女の親子関係にある人物の捜索願いが出ていないかの確認をしたところ、該当する案件が見つかったのです。その捜索願いは、5年前の2006年5月に妻と長男が失踪したとして、一人の男性によって提出されていました。
失踪したとされるのは、当時46歳の元派遣社員の藤森敦代さんと、当時21歳の大学生であった長男の信明さんです。そしてこの捜索願いを提出した男性というのが、当時57歳の無職藤森康隆でありました。一斗缶の中に入れられていた体の一部は新聞紙などに包まれており、その新聞の日付は被害者2人が失踪したとされる2006年のものでありました。また敦代さんにも信明さんにも失踪するような原因は見当たりませんでした。警察は藤森が事件に関与している可能性があるとみて捜査を続けています。そしてここで捜査の手がかりとなったのが、3つ目に発見された一斗缶に残されていたラベルでありました。ラベルには重酒石酸コリンという薬品名と富山市内の薬品製造会社名が記載されていたのです。一斗缶に残されたラベルの製造番号から2005年1月に製造出荷がされていたことも判明しました。そして藤森が2009年4月まで勤めていた大阪市内の製薬会社で、この薬品が6缶仕入れられていました。また当時の藤森は製薬会社で課長職として仕事を担当しており、使用された一斗缶を廃棄する立場でもあったといいます。被害者2人の家族という身近な存在であり、かつバラバラにされた人が入れられた一斗缶を取り扱う会社に勤めていたという背景から、警察はまず遺棄した容疑で8月23日に藤森の逮捕に踏み切りました。ところが逮捕後の取り調べで、藤森は一斗缶なんて捨てた覚えがないと否認をしました。また失踪したという妻の敦代さんについては、嫁は出て行ったきりでどこでどうしているか知らないと供述していたといいます。これまでの捜査から藤森が事件に関与していることは限りなく濃厚な状況でありました。そして間もなくして藤森は妻と長男の遺体を切断し、一斗缶に入れて保管していたことと、それを遺棄したことを認めたのです。藤森側の主張は次のようなものでありました。2006年4月9日に藤森が帰宅すると、妻と長男がすでに息絶えた姿であったといいます。この2人を見て藤森は、敦代さんが信明さんの命を奪い、その後に敦代さんも命を絶ったという無理心中をしたと思ったそうです。ちなみに藤森と敦代さんの間には、亡くなった長男の信明さんと次男の2人の子供がいました。この日次男はたまたま修学旅行で自宅にいなかった日であったようです。ここで藤森は不在である次男に母親らの無理心中を知られるわけにはいかないと考えました。そこで考え選んだ手段が、2人の遺体を小さくして一斗缶に入れ、自分の勤める製薬企業の倉庫などで保管するという方法でありました。自宅で切断作業を行い、勤務先でさらに小さく切断してから一斗缶に2人を詰めたというのです。そして一斗缶はさらに段ボールに入れて、会社の倉庫で誰にも気づかれないまま3年間も保管されていました。そして何も事情を知らず修学旅行から戻ってきた次男には、2人は出て行ったと説明をしたそうです。次男は父親である藤森の説明を信じるほかなく、母親に捨てられたと思い憎んだこともあったようです。こうして次男を騙しながら、翌月には捜索願いを提出して、藤森は日常生活に戻っていきました。そして2009年4月に体調不良を理由に退職するまでは製薬会社に勤務し、一斗缶を隠し続けていたのです。ただ退職すればいつまでも倉庫に一斗缶を置いておくことはできません。そこで退職時に一斗缶をタクシーに乗せ自宅に持ち帰ったといいます。こうして一斗缶を自宅に保管しながらの生活となりましたが、2010年8月には引っ越しをしていて、引っ越し先のマンションに一斗缶を持ち込んでいました。この引っ越し先は20平方メートル足らずの部屋で、藤森一人で生活保護を受けながら生活をしていました。それから約1年後の2011年7月下旬、藤森は入院することとなり、それに伴って一斗缶を自宅周辺に遺棄したという経緯であったと述べました。一斗缶が遺棄されたおおよその経緯は、この藤森の供述から明らかとなったのです。ただそれでも藤森は妻と長男が命を落とした理由やその経緯についての部分は口を閉ざし、自分は手を下していないと主張したのです。警察は明らかとなった証言や物証から、藤森が息だけではなく2人の命を奪ったのではないかと考えていました。そこで事件に至った動機について藤森の供述と並行して調べを進めていたのです。すると次男のある証言から事件の動機が浮かび上がっていきました。次男は両親が金銭面でよく揉めていたと証言をしていたのです。調べると藤森はパチンコなどのギャンブルで散財し、消費者金融などから400万円ほどの借金があって、その返済に追われていました。
事件直前の2006年2月には、当時勤めていた製薬会社に給与の2万円から3万円を給与口座とは違う口座に振り込ませていたことも分かりました。敦代さんに見つからないよう金を工面しようとしていたのです。また金を工面しようとしていた痕跡は保険契約からも浮かび上がってきました。藤森は事件前に妻に相談なく家族名義の保険契約を勝手に解約して、解約時に受け取れる返礼金を借金の返済に充てていたのです。この時保険解約を妻に把握されることはありませんでしたが、やはり悪いことは必ず露見します。信明さんの学費を捻出するため、敦代さんが保険を解約しようとしたことをきっかけに藤森の無断解約が明らかとなったのです。こうして夫婦間の間では金銭トラブルが生じており、藤森も事件直前には保険について揉めていたなどという供述をしていました。そのため金銭トラブルが犯行動機になったのではないかと考えられました。そして藤森と敦代さんが口論となった際には、信明さんが敦代さんをかばい藤森と対立していたといいます。このことから金銭をめぐる口論が多かった敦代さんと、その敦代さんを擁護する信明さんに藤森は恨みを持っていたのではないかと考えられたのです。また以前に藤森が家族と住んでいた家を調べたところ、部屋から信明さんと DNA 型が一致する大量の血痕も見つかっていました。二人の命を奪った容疑については、目撃証言や凶器を含む物証など直接的な証拠はありませんでした。そのため検察は状況証拠を積み重ねていくことで、一気だけではなく殺人罪でも起訴したのです。そして迎えた初公判で藤森は息については認めたものの、取り調べの時と同じく命は奪っていないと述べて、殺人罪については否認しました。藤森の罪は息だけではないとする検察側は、冒頭陳述で遺体をバラバラにするなど二人の死を徹底的に隠し続けたことは二人の死亡に関わったことを示していると主張しました。また借金返済のため無断で保険解約したことが妻にバレるのを恐れていたなどとして、命を奪う動機もあったと指摘しました。対する弁護側は、敦代さんと信明さんによる無理心中であったと主張しました。そして修学旅行中の次男に知られたくないと考えたことで心中した2人を隠したと訴えました。無期懲役を求刑した検察側と、殺人罪については無罪を主張する弁護側双方の主張を受け、2013年7月17日に藤森には懲役28年が言い渡されました。藤森が信明さんの命を奪ったことは認めましたが、敦代さんについては殺意を示す証拠がないとして傷害致死罪を適用しての判決でありました。判決理由で裁判長は、遺体を解体して隠し家出したと嘘をつくのは極めて異常、犯行を隠すためだと考えなければ合理的な説明がつかないと指摘し、藤森が2人の死に関与したと判断したのです。ただ死者の尊厳を踏みにじる行為で重い刑での罪ほかないとしましたが、犯行の経緯や動機は不明のままの判決でもありました。その後弁護側は控訴しましたが、2014年4月24日に控訴は棄却となりました。弁護側は上告もしましたが、判決が覆ることはなく、2014年10月15日に藤森の懲役28年が確定となりました。妻との金銭トラブルから子供まで巻き込んでの悲劇となってしまったこの事件。あなたが裁判員であったとしたら、直接証拠がないこの事件についてどのような考えを示したでしょうか。犯行経緯と犯行動機についても明らかにならなかったこともあり、裁判員は難しい判断を迫られたはずです。ただ藤森が解体と息をしたことは明らかであり、近隣住民を恐怖に陥れたことは間違いありません。罪を重ねずどこかで立ち止まっていれば、ここまで複雑で謎が残ることもなかったはずです。被害者や遺族のためにもすぐに真実を包み隠さず話していくことが反省の第一歩ではないかと、憤りを感じざるを得ない事件の一つとなっています。藤森敦代さんと信明さんのご冥福をお祈りいたします。